ピンポン。本日は合成音声ソフト界隈で日夜熱い議論が交わされているテーマ、ズンダマン男の子女の子どっちがいいか論争について討論していきます。皆様よろしくお願いいたします。ではまず女の子派代表琴ノ葉あかねさん、意見をお願いします。はい、ズンダマンは女の子がええやろ。なぜなら公式で女の子と明言されているからや。公式で設定があるならそれに従う方がええやろ。これ以上言うことないな。以上。では次、男の子派代表ゆずきゆかりさん、意見をお願いします。はい、ズンダマンが男性男の子派ですね。だってついてないよりついてた方がお得でしょうが。以上。お互いの意見が出揃いました。熱い議論を交わしてください。デビー。はい、公式で女の子だから女の子設定とはまた甘いですね。なんやと。あれ公式が勝手に言ってるだけだから。どういう理屈だボケ。公式が勝手に、なんか聞いてるっぽい。そしてそもそも公式が云々言うのであれば男の子でも OK と許可出てますし、懐深すぎてくさ。したがってズンダマンの性別をどっちかにするのかはおのおのの好みに委ねられているはず。ならばついていないよりついている方がお得でしょうが。確かにそう。いやボールに上すぎだろ。なんで寝てきたこいつ。お姉ちゃんちょっとは言い返さないと。あ、ああせやな。おいゆかり、さっきついていないよりついている方が得だって言ったな。はい、ちなみに何がつくんや。こいつもしや何も理解していない。それはおいちゃんが詳しいですね。解説頼みますよ。もうしょうがないな。お姉ちゃんはいい女の子だと。この辺りには何もつかないの。ほう。はあ、でもね、男の子になるとこの辺りに金が授けられます。なんやて。おい、しかも2つ。お得がすぎる。おい誰かそいつ止めろ。そしてその中央に鎮座する珍しいおつまみだし。不適切な発言大変申し訳ございませんでした。再度議論を深めてください。そう、これで厄介なおいちゃんが消えた。ついのち畳みかけますよ。あったまれ。これを見る。これはズンダマンの性別に関する質問がされている。ヤフー知恵袋です。これを見れば世間がいかにズンダマン男の子を求めているかが証明されるでしょう。なんやて。こちらが質問です。ズンダマンの性別は男の子ですか女の子ですか。男の子だと私の息子が元気になります。え、息子さん元気ないんか。そら大変やないか。おい、回答はこちら。公式では彼女と言われているので女の子では。ふむ、まあせやな。そうなんだ。でも後から生やせば問題ないですね。ありがとうございます。質問者強すぎる。よかった。これで息子さんも元気いっぱいや。誰かこいつの誤解を解け。ではその誤解とやらについて。あかりちゃん解説をなしゃす。絶対に言え。これでズンダマン男の子が求められてることか分かったでしょ。男の子なら金がついてお得だし、息子さんも元気になるし、いいことずくめや。おーに。はい、認めた。これで決着。クソザコ極みの女玉。なんかかわいそうになってきたな。葵助けて。はは、完全勝利でくさ。男の子最高。おい、なんでお前そっち側にいる。しゃあないな。女の子にうちが助っ人な。あかり。はいはい。お前ら、ズンダマンの公式女の子設定を甘く見る方がええで。何？公式で女の子と婚姻してるということは、多くの人がズンダマンは女の子という認識だということ。より広い人たちに動画を見てもらうのなら、違和感を満たせる設定は持たない方が無難や。でもこんな可愛いこと女の子なわけないでしょ。公式設定があるならそれ使わんかい。視聴者さんが違和感を覚える可能性を徹底的になくすことが、動画を見てもらう可能性を高めるやつは、女の子より男の子の方がみんな喜ぶぜ。細かい設定に頼らず、動画の内容で勝負するのがクリエイターのあるべき姿やろ。ほら、これがおじさんの金の子。綺麗しろよー。もう直接本人に聞いて、白黒はっきりつけようや。恨みっこなしの一発勝負ですよ。望むところや。ズンダマンさん、一体性別はどっちがいいんですか。答えてください。男の子ですよね。女の子やな。どっちや。どっちですか。ズンダマンさん。ふたなり。これが、革命ですか。違えよ。それは、まさに、ジェネレーション。エボリューションだボケ。